お笑いコンビ、ロザンの菅広文41が1日30代の一般女性と結婚したことを自身のツイッターで発表した。菅は明けましておめでとうございますと切り出すと、この度かねてから交際していた30代一般女性の方と入籍いたしましたとファンに報告。自身の著書、身の丈にあった勉強法へのリンクを貼った上で、 衆議はこちらでお願いしますカッコ洗いと綴り、今年もロザンをよろしくお願いしますねと結んだ。このツイートには相方、宇治元式41との2ショット写真が掲載された。ロザンは高校の同級生だった2人が1996年結成。兄弟卒の宇治元はクイズ番組などで芸能界一の博学ぶりを発揮。一方、 大阪府立大中隊の館は、宇治源をモデルに、兄弟芸人などの小説を発表している。